こんにちは。こんにちは。暮らしとコーヒーの動画です。今日初めてですね、ここで撮るのね。今、味込みさんと一緒に作ってる僕らの秘密基地の特設じゃないな、仮設スタジオ。なんか今後の動画は多分ここで撮ることも多くなると思うので、ぜひいろいろバージョンアップしてここを楽しみにしてください。で、今日の企画なんですけど、企画でもないです。一発目の動画はお店のスイーツをレビューしよう、はい、食レポです。食レポの経験も、いや、ないです。ですよね、ですよね。いきなり呼ばれました。今ね、ちょうど向こうで作業中作業中に呼び出させていただいて、で、動画回すからちょっと来てください。なんかね、僕と柳さんのゆるさがちょうどいいっていう、夏美さんが、夏美店長が、はい、夏美店長とやるとなんかちょっとキチキチしちゃう。夏美店長がね、ちょっとね、自称硬いんですよ。いや、チェックしてもらう人がいなくて、そう、僕ら緩かったら緩み放題ですから。どうですか、夏美さん、この新しい僕らの秘密基地の感想は。ああ、かっこいい、かっこいいと思います。だっ。飲みながら、飲みながら、はい、いただきます。いただきます。あー、うまい。これ何のアイスコーヒーですか。それね、うん、東ティモールです。へぇ、あの、オーガニック、原料使用の。そうそうそう、うんうん、美味しいね。うん、深入りだから苦味がよく合いますね、うん、で、今月か、8月のケーキなんですけど、これです。まだ食べてないし、食べてない。レモンチーズケーキなってる。いや、夏のチーズケーキっていう、はい、レモンは、レモンは使ってる。うちね、あのチーズケーキ食べたことありますよ、普段の。ない。ない、うん、普段のはベイクドチーズケーキなんです、うん、焼いてあるやつで、夏だけ、8月だけこのレアチーズケーキを作ってるんですね、うん、で、このレアチーズケーキの中にレモンムースが入ってるので、ちょっとさっぱりしてます。混ぜ込んである。混ぜ込んであります、チーズに。で、上にかかってるこのプルプルしたのが、クラッシュした蜂蜜レモンゼリーが乗ってるので、レモンレモンですごくさっぱりとした、けどね、めっちゃ酸っぱっていう感じではないと思います。僕もまだ食べてないです。しかで、ぜひ実食をしていただいて。もう、もういいです。ゼリーと一緒に食べると、なるほど、美味しいと思います、はい。食レポは食べてリアクションしてからコメントですよ。美味しい、確かに。味込みさん、あれですね、家族で来た時にたまにスイーツ食べたり。そう、この前、うん、パフェのやつとか、パフェティラミスとか、うんうんうん、持ち帰りのやつとか、うんうん、あとチョコのやつ。これも持ち帰りはできるよね、うん、持ち帰りの時はこれ、クラッシュゼリーはどうなる。別容器に。夏ってケーキあんま食べたいって思わないでしょ。そうやな、なんか口の中がね、パサパサするとか。夏はケーキが結構消費が悪くなる時期なんですけど、これだったら夏の暑い中でも食べて、うん、アイスコーヒーと一緒にスッキリしたいな。コーヒーが好きになってからやたら甘いもの食べるようになって。合いますよね。あー、これぐらいの味がちょうどいいですね。あんまり甘すぎると、うんうんうん、多分コーヒーに合わないですよね、うん、で、今日はリガシチモールなんですけど、これもね、しっかりめの焙煎で、この組み合わせが、この組み合わせおすすめです、うん、っていう意図で持ってきたんですか。ではない。ではない。今月の、あのうちのしっかりのコーヒーはリガシチモールなんで、あ、じゅうさん、あのチーズケーキ、チーズケーキのおすすめ度は星3つ中。他食べてないから。そこは嘘でもさ。星3つって言ってもいい。星3つ。はい。いただきました。いただきました。この組み合わせも。この組み合わせがおすすめですね。8月あと何があるんですか、ストレートコーヒーは。あっさりしっかりマイルドって3種類コーヒーは用意してるんですけど、あっさりはコロンビアです。はい、マイルド。ブラジル。しっかり。東ティモール。はい。で、マイルドのブラジルはちょっと秘密があるんですけど、うん、それは次の動画ぐらいで上げたい。今ブラジルはお得です。どういうこと？ちょっとね、
後で言います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。